11月4日1964年の今日は俳優高杉浩さんがご生誕された日です2002年2003年に気流隊の隊長戸賀役を2004年「ゴジラファイナルウォーズ」にて艦長リーシャン役を演じましたどうした総理に気流出の許可を頂きた,たか修復は完了しました なぜそう言い切れる我々の総意であります刑事ドラマの特殊部隊長役が当たり役となって広く知られるようになり以降隊長や指揮官役を数多く演じることになりますゴジラシリーズもそのうちの一つで常に険しい顔つきの役どころを演じていました高杉さん演じる隊長が味方にいるだけでなんだか心強くなれるような気がしますね